ヨーロッパコフキコガネメラランサメラランサ。章子とその下にある甲子を開いている鞘羽は、昆虫類の一部の分類群で見られる羽の型の一つで全子がきちん質化し、硬くなったもの。羽章とも言う。左右の鞘羽はそれぞれ背面の左右半分ずつを覆い、背面正中線で互いに接して、背面全体を覆う。章子を持つ分類群としては、 甲虫類やハサミ虫目が挙げられる。甲虫の多くでは、通常の状態で、鞘羽ネが、甲子、甲胸部、腹部を上から覆って保護している。ただし一部のものでは、腹部末端、あるいは後半がはみ出している。特に羽各種類は、腹部のほとんどがはみ出していて、羽が目立たない。ハサミ虫類の羽の形状は、羽各種類のものに近い。 全境の後方背面中央の鞘羽根の合わせ目に、後ろに尖った三角形の隆起があることが多く、これをこだていたという。また、飛翔時に鞘羽根を開くことで早め昆虫の平均根と同様バランスを取る役割もある。ただし中には少子を閉じたまま飛ぶ者も,もいる。飛ばないよう進化した者も,もいる。そういったものの場合、少子が熱くなり、互いに融合して、 背面全体を覆うようになっている例もある。このような種類においては、開けられなくなった鞘羽根によって封印され使われなくなった甲子や、それを駆動していた筋肉が退化して、痕跡的になっていることが多い。なお、長子ではないが、やはり全子が厚くなり、甲子と腹部を覆うようになったものに、カメムシ目のカメムシア目に属するものがいる。ありがとうございます。